今日は今井さんの本職ですね、はい、そうなんですよ。今まで YouTube 始めといて全く本職に触れないっていうまさかの1回2回目のゲストで、なんかたまたまね井上さん縛りで井上井上となんかこうイニシャルがアルファベットが I で始まる人が続いたんですけども、はい、なんと今回も I さんです。あ、そうですね、 I で始まる方ですね。私もね今井で I、はい、で始まる、なんだかご縁でしょうかという、はい、今日はですね Z 世代の若き僕は今もアーティストさんとしてお仕事してる中でももう一番こう才能も素晴らしいですけど、やっぱなんかこうアーティストとしてのこう作品力もすごい素晴らしい、今 お仕事というか曲作り一緒させていただいてるアーティストで、今日はね素敵なゲストをお呼びしてますので早速紹介したいと思います、はいはい。では今日のゲストは今津歩くんです。おはようございます、歩くんです、はい、ぜひちょっと見ている方のために自己紹介をお願いします。はい、歩む今津です、22歳で大阪出身で、今はアメリカと日本を、行き来しながらアメリカに拠点を置きながら、活動しているアーティストです。ピアノ一本バージョン、いいぞ、なんか面白いぞ、ね、うん、ちなみに今井さんとはどういう形でお知り合いになられたんですか？今井さんと何がきっかけで、出会ったのは5年ぐらい前ですか？5年前とかですね、ですよね。けど一度本当会社の人とかがつなげてくれて、しかもでも今のスタッフとかさんになる前の、うん、そうなんですよ、頃ですよね、前の頃に今井さん紹介があって、うん、その時は一度会っただけで、その1年ぐらいまた何もなかったんですけど、うん、なんかね、その時は歩くんがやっぱ自分で曲を作るとか、うん、トラックを作るって時になんかこうそういうのをちょっとこう一緒にやったり、もしくは作り方とかこうやってんでみたいな、なんか教えてくれる人がを探してるみたいな感じ、うん、なんかそのプロデュースしてほしいとかいう感じではなかったんです。そうですね、最初はね、なんか結構ゆるーくあって、そしてゆるーく1年ぐらい会わなかったですよね。で、今の会社に僕が入ったタイミングで、うん、1人目のプロデューサーどうしようかって話になった時に、本当スタッフの人から今井さんはどうって言われたんですよ。ほうほうほう。その時にえっと思って、で、そうですよね、 その流れで1年後に再会することになって、僕は僕でそのなんかこうちょっとこういう新人のアーティストでこういう人がいて、まあ、今井さんもし曲作りとかプロデュースかかってもらえませんかって、それなんていうこのなんていうアーティストなんですかって、今津歩くん知ってるよ知ってるよみたいなあったってやっと動きだった。いや僕すごいなんかその1年ちょっと前ぐらいですけどね、その会った時からなんかすごいこう声とかダンスとかすごいかっこいいアーティストだなと気にはなってたんですけど、やっぱなんかこういうね、なかなか曲を作り始めるっていうのが始まなんかなかなかねその始まらなくて、なんかいろんな体制を整えたりとかされてたんだと思うんですけど、でもなんか起きたーと思って、そうそうそう、 YouTube で話とかあんましない方がいいんだっけ今は。別に大丈夫なんか歩くんはもともと
もちろんデビューに向けて当然オリジナル曲でデビューするのはもう規定事項なんだけど、でもやっぱりなんかいろんなこう歌って踊れてとかそういう部分のパフォーマンスをちょっとこう世に少しずつ知ってもらうためになんかこうカバーとかね、歌ってみた的な、歌ってみた踊ってみた的な YouTube からスタートして、なんかそんなのも、ね、ビートとかをちょっと僕とかとタイニーボイスのチームで言うとドンちゃんとかトスク君とかもやつかな、なんか、ね、なんかタイニーボイスといううちの作曲家チームがお手伝いさせてもらって、そしてその後こう満を持してあのオリジナルの曲の制作に入るみたいな感じだったんですよね。なるほどですね。そうなんですよ。なるほどなるほど。うん、でちなみに、今日は、どういう、まあ、流れというか、具体的に何をされる形ですか？そう、あのね、今日はつい最近ねニューアルバムが出まして、ピクセルという、これは本人の口が語ってあるのがいいですね。そうですね。はい、ぜひ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 、はい、僕の本当ファーストアルバムピクセルが8月10日にリリースされたんですけど、そのアルバム曲全11曲あるんですけど、そのうちの4曲はまた今井さんとやらせてもらった楽曲が入っていて、そもそも今日はだからまあアルバムも出て、うん、あのお疲れ様でしたとか言ってそんなこうゆるく打ち上がってる場合じゃなくて、うん、アーティストさんとも絶えずね新曲をねまた作んなきゃいけないし、なるほど、もうなんかもうなんかガイタリのような暮らしをしてるんで、ね、あの日本にいられないとにかく曲をたくさんなんかこう、そうなんですよね、今井さんとセッションする時も、うん、なんか一つの曲を完成まで持っていくじゃなくて、うん、もういろんな種をとりあえず撒いて、あのベースをいっぱい作って、そうですね、で遠隔で育てていくみたいな感じが多いですね。なるほど。あゆくん、なんかこう踊ってる時のかっこよさとか、うん、スローでも踊れるとか、うん、日本で、いや俺そもそもすごいいつも不思議だなと思うな、日本って踊れる曲イコールテンポが速い曲だと思われてる感じがすげえするんですよ。あ、間違いないですね、うん、ダンスミュージックっていうと、うん、やっぱでもさテンポが速い。普通にどの国行っても、うん、まあ、ラテンとかみたいなのもあれば、うん、別に遅いヒップホップでもバラードでもみんな踊るじゃないですか、うん、なんか日本はどうしてこう踊る曲イコール、例えばレコード会社の人とかに踊れる曲をお願いします、いや別にミドルの曲でも踊れる曲いっぱいあるのになってつい思っちゃうけどね、まあ、求めてるものはやっぱテンポが速い、そうテンポが速い、ね、不思議ですよね、いつから日本はそういう風習になったの。でもまあまあまあ、うん、ね、このラバーはだからちょっとこう踊れるスローなニュージャックを目指すっていうね、なんか、そうだ、このもうこのメロディーを作ったって、ね、最初から作ったりしてね、サビはあって A メロは多分ガーッと変えたんですけど、そうですね、で多分あのブリッジパート大サビ前の C メロっていう言われる、そうですね、まあ、うん、そうですね。弾けるな、今弾けない気がするんだよね、難しくて。マジっすか。Always call me wonder what it's like to be your lover。 あのライトアップはライトアップちょっと待って、こんな曲なんですけどね、踊れたら to take a step back、 動き始める。だからこれね、ベースラインが先にできた気がするよ。その後ロンリーボーイとアメヤと一緒に作って、もうこのままって全然タイプが違う曲ですもんね、これね、ラバーとちょっと似てる感じ、うん、スロージャム的な乗れるタイプ、もうちょっとポップですよね、そうですね、久しぶり最近調子どっても意識に出る I'm doing OK クズエモーション溢れそうでいや、もう落ち着けないや、あ、じゃあアメアタは結構もう
コード進行めっちゃ変えましたね。サビは結構。変えました。サビめちゃめちゃ変えた。AB はほぼ変わってなくて、サビは変えましたよね。あなたに愛された日々が果てるのは降りてかないでよ。こうしてもこの辺とか俺っぽいですね。この辺も俺っぽいですね。この辺も俺っぽいですね。あれこれはダー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 と下がっていくのが俺っぽいですよね。ああ、マジっすか。そうそうそう。今回僕初めて生のお声をお聞きしましたけど、うん、めちゃくちゃ美声なんで、はい、ありがとうございます。ぜひみんなに聴いてほしいですね。そうですね、はい、あの本当いろんな人に聴いてほしいアルバムで、なんかすごいいろんなジャンルの曲がいっぱい入ってるんで、絶対一つは好きな曲あると思うんで、うん、ぜひ聴いてください。